夏だな。このトラックの人知らない？スイカなら本日休業だよ。そうじゃなくて、ちょっとした知り合いなんだけど。でも海にいるから。そう、この下。ありがとう。おい、こっちは前、ほら、しっかり前見ろよ、ボールよ。おい、下げ、下げ、後ろ、ほら、おい、下げ、おい、下げ、おい、下げ、しっかり止めやでね。おい、下げ、おい、おい、下げ、待てよ、下げ。鏡、あの女の正体を言え。プロレスのスカウト、指名手配で追ってきた女刑事、セックス好きの奥さん。秋からのこと決めてる？夏のスイカのことしか考えてないよ。いいの？今年は。ああ、珍しくな。コーチの話ね。期限を切ってきたわ。いい話だと思うんだけど、腰を据えると何かなくすものがあるの？返事待ってるわ。明日までは私もここにいるから。ああ、帰るよ。帰るからね。ああ、何してんの？見ればわかるだろ。ほら、行こうよ。どこに？前夜祭。いやだよ、人混み嫌いなんだってな。ほら、もう行かない。行かないでしょ。ねえ、
いつも聞こう聞こうと思ってたんだけどさ、あっちでもこっちでもどうしてこんなに奴隷のように男を操れんの？別にいいんだけどね。そういえば優子、最近スイカ好きみたいね。全然。もしかして恋？バーカ。いい？男の子の気を引くにはいきなり酔っ払ったりしちゃダメよ。初めはいいとこだけ見せるの。得意の料理作ってあげるとか、女の子らしい洋服着ていくとか。何言ってんの？そんなこと聞いてないだろ。男はみんな意外な女っぽさっていうのに弱いのよ。でもそれでダメなら少し崩れたとこも見せてこっち向かせなきゃ。服見せてダメなら服脱いちゃったこと。2人でグリーンなって汚ねえよな。何なのお前、アクシャインのに愛子さんなんつってお前のもめよ。おい一バレーのチームな、二人しか登録できないんだって。俺とあとはもう一人しか登録できないんだよ。一人ってお前トレーナーじゃやかな。才能っていうのはさ厳しいもんなんだよ。俺も勝たなきゃなんねえしよ。あ、やんでるべ。せいぜい恥かくよ。頑張れよ。
お前こんな大それたイベントに出ろっていうの。新党の一脚すれば日もまた涼しいって言うだろ。意味わかんねえよ。ウサギが羨ましくなってきたよ。頑張ってね。なんかや俺元気出てきちって。やっぱ物事明るい側面見なくちゃダメだな。よしよし。おい、どうした？うろちょろして。え？別に。今日も暑くなりそうだな。何言ってんだ。夏だ。暑いに決まってるだろ。そうだよな。スイカ割りがスイカ持ってどうしたんだ？作ったのか。まあな。食っていいか。